さあこれで取ります。そしてご覧のようにスタンドに投げ入れるんです。斉藤がおやという今顔をしました。で宮本がタッチアップしてご覧のようにホームに入ってきますが、ご覧のようにテイクトゥーベース、まあ、カメラマン席にボールが入った時と同じ処置ということでレイサムにエラーがつきます。